おはようございます。しいたけ嫌いの原木しいたけ育て、結構苦難の日々が始まりました。見てくださいこれ、じゃん、でかい、でかいです。気がついたらいつの間にやらこんなにでっかいしいたけが、こっちにも、どんだけ草が多いねんって感じですけど、自然の中で育てています。こんなになっちゃってます。全部でかすぎます。さあこの椎茸をどうしましょう。困っちゃいました。